こんばんは。こんな時間だけど動画を撮っていきます。ハム太郎でございます。まあ、今回ね、動画を撮るに至った決意としては、真田幸村がね、最終形態になったんで、お、音でいけ。聞こえてたかな、今までのところ。まあ、とりあえずね、はい、真田幸村が最終形態になったんで、まあ、それを使ってね、今回の動画撮っていきます。まあ、今回、モンスターストライクの方で情報修正があったんだけど、まあ、ガチャキャラもね、結構修正されたキャラ、たくさんいます。例えば、まあ、強いキャラで言うと、ハンキンがダウンキラーもらったり、しかもダウンキラー L。で、ロキの友情コンボがイカれてたり、で、ゴストが、連撃だっけ？連撃キラーもらって、まあ、結構ね、いろんなキャラが強くなったんですけども、その中でさ、真田幸村、この子って限定キャラってわけでもないし、まあ、特別多分人気のあるキャラクターでもないと思うのよ。だからもう一回情報修正は多分来ないと思うんで、これがね、真田幸村の最終形態かと思うんで、まあ、今回一本動画を撮るんですけども、連撃キラーが欲しかった。はい、真田くんね、真田ちゃん、見ていきましょう。こんな感じ。コネクトスキルが楽になったのは見えないか。あ、とりあえずアンチ魔法陣と攻撃力が2000ぐらい上がったのかな。で、だけ？ちょっと物足んないなぁ。ごめん、短縮メイン。そうだね、友情コンボは強くなくていいのよ、別に真田は。真田幸村は別に友情コンボキャラじゃないからそこはいいんだけど、まあ、連撃キラーが欲しかったね。今のままのカウンターキラー M でも十分すぎるほど強いんだけど、今ご覧いただいたステータス。これって、同撃2種、同撃3種か、同撃3種と、プラスさらに3000。強化して、攻撃力こんなもんなのよ。まあ、もちろんキラー M が発動してれば8万だから半端じゃないんだけど、半端じゃないんだけど、キラー M がこうやって発動しない状態だと、まあ、ただただそこそこスピードのあるキャラクター、まあ、スピード型っぽいなっていう感じのキャラクターなんで、そこに連撃キラーが加わることによって SS も絡めて、もうバカみたいにとにかくカンカンでダメージ稼げるキャラクターに私はなってほしかったなっていう個人的な感想でございます。そうなんでね、今回情報修正、まあまあ来ただけいっか。そうだよね、多分何の手こ入れもされずに終わるキャラクターがたくさんいる中、真田ね、だからちょいちょい適正もちょいちょい修正されてんね、この子。だからまあ良いっちゃ良いで、こんな感じかな、真田のお話は。ああ、そうそう、それと、これ完全に個人的な話ね。完全に個人的な話なんだけど、私ね、真田が好きな理由が一個あって、モンスターストライクって、まあ、今でも多分リセマラしてる人はたくさんいると思うんですけど、まあ、当時私もね、モンスターストライクを始めた時はリセマラしたんですよ。で、ね、ガチャキャラで、星5が3体出ればリセマラ完了ですみたいな時代だったのね。もう誰が強いとかもあったんだろうけど、そこまで詳しく調べてなかったから。で、私のリセマラ3体が、バッハと、ブラフマーと、真田だったのよ。で、まあ、各キャラを調べて、バッハはなんかゴミキャラみたいな感じで、うわ、最悪と思ったんだけど、まあ、ブラフマーは貴族性耐性持ってますよ、ふーんぐらいで。で、真田が、当時最高難易度だったクシナダの、クシナダで結構戦えるよと、ネットに書いてあって、あ、これは、俺当たったなと。完全に勝ったなって感じになったんで、それでね、モンスターストライクをリセマラ終了したんですよ。だから、真田は私の中では、まあ一番初期キャラなんで、そういう思い入れがあります。カウンターキャラもらってない、いや。そう。だから真田が好きです。あとは、まあ今回の情報修正のお話なんですけど、気になるのは、雑魚でマティーニだっけ？誰かがさ、ダウンポジションキラーかなんかもらったじゃん？あれってさ、雑魚として登場した時に、多分キラーって発動しちゃうと思うのよ。それがかなり怖えなと思ったね。だってさ、例えば今この状態で上にマティーンがいたとしたら、多分下の2体の真田はキラー対象になるわけじゃん？かなり配置を気にしなきゃいけない。それがね、結構怖い。そう、敵キャラでそういうキラーを持ってくるのが怖いですね。まあ今までもね、なんでお前がキラーもらったんってキャラがいきなり、雑魚として登場して、ああ、そういうためですね、みたいな。アジンキラーもらったと思えば、アジン狩りですね、みたいな。そのパターンが多々あったんで、ダウンポジキラーは怖えなって感じです。はい。で、かぐらちゃんも打ちます。これ、ね、単純に2段階目が早く打てますよっていう情報修正だったんで。はい、使います。ドーン。いいね。そう。あのね、かぐらちゃんは、2段階目、重いんだよね、めちゃくちゃストライクショット。倒せんかったか。倒せば100点だったな。まあいいや。
あ、そう、かぐらちゃんもね、情報修正されたんで、SS さん短縮がついたんで、さっきから味方に触って短縮頑張ってました。全く触れてなかったね。すっかり忘れてたわ。わ、キラーもらってないんだ。まあいいや。これで連撃キラーついてたらな。これで多分一発で持ってけたんだろうけど、口惜しいわ。なんでゴーストなんだよ。はい。でね、そう、あと銀玉第3弾コラボ。銀玉第3弾コラボ自体嬉しいんだけど、個人的にも銀玉好きだから、全巻持ってます。で、銀玉コラボ嬉しいんだけど、残念なのが、いや残念じゃないか、まあ、好きな人は好きだしね。あの、スターターパック。前回のシャーマンキングの時のキョヤマンナ。あんな感じで、松陰の弟子としの状態での、お、キラ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 。一段階目でもいいか。弟子としての、あの、銀さんたちが手に入るんだけど、あれってさ、980円のもう強制課金じゃん？なんかね、強制課金はあんまり好きじゃないんだよね。あの、ストライクショットがワンパンっぽいんで、ワンパンだったら課金しようかなぐらい思ってるんですけど、ねえ、まあ、ガチャで課金の方が俺は好きだったな、個人的には。って感じだね。はい。以上。もう特に言うことは何もありません。あとはね、上手に上にはまって、まあ、2P、3P で、吹っ飛ばしていこう。カウンターキラーは、もらってるね。まあ、ファーストキラーはちょっと、雑魚に取られちゃうけど、しゃあなしや。余裕だね。これ、連撃キラーついてたらもっとすげえんだな。もうこれで最終形態。まあでもね、修正されないよりはマシか。どっかぶっ刺さるかもしれないし。ほら、現状はさ、半蔵が若干被りキャラとしているじゃん。もうそれ言ったら、カグラも若干被りなんだけど。ね。ライバル多いな。じゃ、バイバイ。あ、いらねー。